最初に、鉱物博物館が設けられた、クンストカメラ・フェルスマン鉱物博物館は、ロシアのモスクワにある鉱物の博物館で、鉱物博物館としては、世界最大のものの一つである。13万5000点以上の資料があり、天然結晶やアキラドいやいろな鉱物が集められている。名称は、鉱物学者のアレクサンドル・フェルスマンにちなんでいる。 1716年にロシア史上最初に創設された博物館クンストカメラの鉱物部門としてサンクトペテルブルクに設立された。元となったコレクションはピョートル大帝の命令で団地ヒ出身のイシゴートバルトが購入した1195点の資料である。コレクションはロシアで採集した資料が加えられて1719年に公開された。 ビオトル大帝の地世の間に、宮廷のメンバーや皇帝によってコレクションは、急速に増えた。1718年に、スウェーデンのカール12世から、ノルウェーのコングスベルグで銀山から出土した銀の、ロープ状の天然結晶が送られた。銀の核と呼ばれる21センチメートルの資料はロシア、科学アカデミーの収集品のうちの最初のものである。1745年には、 コレクションは3000以上の鉱物、化石、宝石、岩石を含むものになった。この頃には、ヨーロッパで最も豊富で科学的価値の高いものになっていた。分類し、一覧を行う仕事は最初、ドイツの科学者、ヨハン・グメリンが行い、ミハイル・ロモノーソフに引き継がれて、ロモノーソフは5年かけて、一覧を完成し、1745年に一覧は、出版された。 1747年12月5日の火事で大部分の資料は失われたが、シルバーホーンを含む貴重な資料は救われた。1836年にクンストカメラは7つの博物館に分割され、鉱物学博物館は新しい建物に移された。1898年に鉱物博物館は拡張され、地質学博物館と改名された。 1912年に名称は地質学、鉱物学博物館に改名され、鉱物研究所が創立され、ウラルやシベリア、バイカル湖周辺地域への調査が行われた。1934年、博物館はロシア科学アカデミーと共に、サンクトペテルブルクからモスクワに移された。6万点以上の資料を移動するのに30以上の列車が必要であった。 1936年と1937年にモスクワで展示会が行われた。1955年に1919 19年から1945年まで館長を務めたアレクサンドル・フェルスマンにちなんでフェルスマン鉱物博物館と改名された。ありがとうございます。